どうも、ドズルです。はい、ということで本日もこちらモンスターハンターワールドやっていきたいと思います。さあ、ということで本日使っていく武器は弓でございます。弓ね、10年ぶりぐらいに今練習しております。これ10年ぶりって別に大げさに言ってるわけではなくて、本当に10年ぶり。モンスターハンターポータブルセカンドの時ね、弓がめちゃめちゃ強かったんですよ。本当にもうぶっ壊れ性能もいいところで、アカムトルムっていうモンスターのね、弓がめっちゃ強かったんですが、そっから使ってなかったんで、10年ぶりです本当に。というところで今日はね、クシャルダオラ、こいつ、金枠が2つあるこちらのクシャルダオラ、ちょっとソロで討伐していこうかなと思っております。あのね、クシャルダオラの宝玉が欲しいんですよね。15分クエストだから討伐できるかな、結構不安ではあります。本当に弓練習し始めて全然動きとかもねおぼつかないかもしれませんが、まあお付き合いいただければなと思います。それでは頑張っていきましょう。さあ、クエストスタート。今回狙ってるクシャルダオラの宝玉はね、弓の装備に必要なんですよね。てか今作結構宝玉必要ですよね。もう宝玉毎日追いかけてる気がする。さあ、ということでやっていきましょう。まあ、歴戦ではないんで多分大丈夫だと思うけど、気になるのは時間ですよね。15分間で討伐できるのかどうかしっかり当てていきたい。あ、ちなみにクシャルダオラ弓で来るのマジで初めて。ソロでもマルチでも本当に初めて。さあ、行くぜ。よっしゃ、きっちり外していく。これ当たんない当たんない。おいしょ。あー、外れる。おいしょ。やばい、スタミナがない、スタミナが。これね、私が初心者からなのかよくわかんないけど、スタミナ切れになるよね。さあ、ちゃんと弱点に当てていきたいけど当たんないよ。オッケー、ナイス。今の合射は良かった。これ弓使わない人はね、結構こう、なんでどうぞ当てないんやって思ってるかもしれないけど、結構これ本当に難しいんだよね、弓って。なんか、あー、変なの打っちゃった。昔は、普通にため攻撃で弱点に当てるだけ、まあ、今もそうなんだけど、弱点に当ててちゃんとため攻撃当てるのが一番重要なんだけど、いろいろモーションが増えてて、あー、怖い。さあ、落として、例えばね、これでため攻撃打って、でこのあと、おいしょ、この竜の一子って言われる必殺技、おらー、オッケー。この必殺技もあるんですよね。で、あの必殺技もちゃんと溜めて打つのとそのまま出すのでは全然違ってて、あー、また上に打っちゃった。変なのが出るな。オッケー、しゃあ、いい感じ。なかなか操作に、おお、ダウンした。なかなか操作慣れませんよね。ここはちょっと竜の一子必殺技につなげていこう。溜めて竜の一子をするとダメージが上がるらしい。おいしょー、どうや、結構入った。スタミナ管理がね結構難しいんですよね。弓ね、気持ちいいですよ。やっぱすごいビュンビュンステップしながら攻撃していくのが決まったらめっちゃ気持ちいいんだけど、まだ、あー、変なの出ちゃった。また間違えて先行打っちゃった。しっかりステップとか踏めながらスタミナ管理してビシバシ相手のね弱点に当てれるようになったらめっちゃ気持ちいいんだけど難しい。よしよし、今いい感じ。結構尻尾弱いなこいつ。尻尾バリバリ当たるぞ。よし、一回スタミナ管理しつつ、よし、悪くねえ。さあ、行くぜ。おいしょ、オッケー、ダウンした。さあ、ここは尻尾狙っていくか。さあ、豪車もいい感じ。おいしょ、オッケー、いいよ。さあ、ここで竜の一子食らい上がれ。オッケー、ナイス。超ダメージ入ってる。いいんじゃない。結構割といいぞ。初クシャル、なかなかいい感じに戦えております。お母さん、これガンナーってさ、結構こう、オッケー、ダウン、いいぞ。かなりダメージ入ってんな。いけ、狙い撃つぜ。オッケー、大ダメ。これね、今使ってるのが飛びかがちの武器なんだけど、おいしょ、オッケー。飛びかがちのこの電気属性のね武器がクシャルに強いんですよね。さあ、先行で落として、もうクシャルは先行でしっかり落としながらね弱点に叩き込むゲーなんで、さあ、しっかり頭に狙って竜の一子もしっかり決めていく。オッケー。あ、竜の一種の必殺技はね、貫通ダメージなんで、まあ、どちらかというと、よいしょ、どちらかというと、縦にちゃんとモンスターのこう横からじゃなくて、縦に当てた方が強い。しゃあ、行くぜ。あー、これは縦じゃないな。これは縦じゃありません。さあ、どうだ。一回ここちょっと、あ、瓶がなくなった。よいしょ、調合しよう。クシャル、怖いな、こいつは本当に。
ガンナーって今までこういい感じの間合いをね保ちつつ相手の攻撃を華麗に避けるイメージだったんだけど、全然避けれないもんね。まあ私が下手なだけだろうけど。おいしょ、あーしっかり当たんない。おいしょ、あー今の当たる、マジか、今の当たっちゃうか、やばいやばい、来るな来るな来るな。おいしょ、しっかり避けて、しっかり避けながら回復も挟みつつ、おいしょ、さあーマジか、引かれた今のは、今のはちょっと巻き込み事故。おいしょ、しっかり回復し、あ逃げた逃げたな、オッケー。さあ落とし物拾って、いやーちょっと強いなやっぱ、あ序盤結構押してたけどやっぱ強いわ。やべえ、10分切った10分切った、まだでも焦る時間じゃないけど、よっしゃ落として落として、しっかり頭に叩き込んでいく。誰が本当の王者かっていうのを教えてやるえ教えてやるえ。さあいけ、オッケー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 。この連発いった、この連発がね、連発っていうかこうステップからの連射がかっこいいよね。よいしょ、しっかりスタミナを管理しながら弱点に叩き込んでいく連発。わあ風が飛ぶよ飛ぶよこいつ。オッケー、さあ先行で落として死んぜよう。おいしょ、オッケー。もうクシャルはね正直先行しっかり持ってって、さあ竜の一子狙い撃つぜ、ロックオンストラトス。あ外れた、全然当たんなかった。クシャルはしっかり飛んだらもう先行で落とす、これが重要。おいしょ、オッケー。ちゃんと攻撃貯めれてないな、あのスタミナがなくて貯めれてない攻撃がねダメージ低いんですよね。しっかりスタミナをあれして貯めて攻撃しないとな。気づいたらねバン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 打っちゃってスタミナがなくなっちゃってるんだよな。弓マジで楽しいな、使ってて全然飽きない、まあ、まだねこう一番練習したてが上達するからこう使ってて楽しいっていうのはあると思うけど、やばいぞこれは、やばいやばい。あまた逃げるか、結構逃げるな。やっぱ残り時間あと5分ぐらい、あと6分7分だな、結構時間シビア。もう鬼人薬飲んで、鬼人薬飲んで少しでも時間を短縮しよう。まだ足引きずってる感じじゃないもんな。クシャル先生むっちゃ怒っております。オッケー、ダウンした、よしナイス。あと5分、やばい、あと5分切った。ちょっと待ってよ、これはちょっとやばいぞ。この竜の石で全てを射止める。オッケー、お尻尾が切れた、すごい。この竜の石はね尻尾切りもできるらしい。さあ飛んでここは撃ち落とすぜ。おいしょ、いけ、おいしょ、竜の石で撃ち落としてやる。無理あでもドクロマークついてる、ドクロマークついてるということは多分寝に帰ったな。よし、あとは時間との勝負。やばいやばいやばい、あと1分切ってるかも、やばい、本当にやばい。もうこの爆弾で終わってくれ、この爆弾と最後竜の石、ためさんの竜の石決めたろ。おいしょ、いくぜ、これで終われ、ほらー。あ終わんないか、やばいな、結構本当にやばいかも。ちょっと待って、ここで終わらせよ、ちゃんと当てて、オッケー、もう一発当てる。さあ竜の石でこれ尻尾までいくよ、ほらー、オッケー。やばい、全然死なない、ちょっと待って、本当に時間がやばい、本当に時間がやばい、途中迷子になったからね。あーこれ撃ち落としたい、やばいなマジで。あーこれ時間切れ濃厚説が濃厚になってきましたやばいやばいやばい、だって焦るな、焦ってスタミナ切れになるのはマジで愚のこっちょ。ここはもうしっかりと、あーやばい、これもう回復しないよ。あ土砂、え土砂だったら落ちる、こいつどうなるの、初めて見た。おっしゃ、尻尾に、あ落ちないんだこいつ。よし、ガンガン行こう、ガンガン行け。オッケー、やった、危なかった。もう残り1分切ってるでしょこれ、危な、やりました、クシャルダオラソロ討伐。いや慣れない武器でやるとねすげースリリングで楽しい楽しいっすね、やっぱり。あの普通自分の得意な武器でいくとサクッといけるモンスターでもやっぱかなりスリリングでございました。よーし、なんとか討伐、頼む宝玉来い。おー一発やりましたね、宝玉出た。しかも見て、クリアタイム13分54秒ということはあと1分でしたね。
ギリギリ、時間的にもギリギリだし、しかも一発でね、狙いのクシャルダオラ砲撃ゲットすることに成功いたしました。はい、ということで、まあ、今日はね、かなりお見苦しいとこもお見せしたと思いますが、まあ、今後もね、いろんな武器使いながらいろんなモンスター買っていきたいなと思いますので、ぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。面白かったよという方はグッドボタンとかね、友達に勧めていただけると幸いでございます。ということで、じゃあ今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。